田原市の、公立の小学校に導入されるんですか？はい、そうです。あれすごいよね。フランチャイズチャンネル。今回はアニージュニアイングリッシュの寺林さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。最近どうすか？フランチャイズチャンネルでご紹介いただきまして、それで加盟校が数校決まってきたという状況で、お願いしてもう一回こう出させていただきたいということで、林さん社長に。すごいですね、フランチャイズチャンネルね。問い合わせ来るんですね。そうなんですよ。DM を1000枚作って、福祉の事業所とか、小学校向けのスクールとかに全国送ったんですよ。これがですね、1通100円ぐらいかかるじゃないですか、送るのに。一切反応がなかったです。けど、フランチャイズチャンネルから10件ぐらい問い合わせいただきまして。すごいね、一番いいね、転んでるのがね。加盟が決まるってことは、やっぱこういう系、一応ね、他にもあるわけじゃないですか。何がいいんですか？やっぱりフランチャイズチャンネルって、その見てる人が探してる人ですよね、絶対。ああ、なるほどね。見てる方だってフランチャイズの、あの意識が高い方だと思うんで、あのアニージュニアイングリッシュ以外にもいろんな選択肢があるのに、もう選んでくれるわけじゃないですか。そうですね。そんなに使いやすいんですか？何がすごいんですか？あ、めっちゃ使いやすいんで、それの説明を今日はさせていただきたいと思って、ちょっと可愛いタブレット持ってきました。これが一番最初の画面なんですけれども、この J1、J2、J3 っていうのでレベルが変えれます。で、あとはこの Q&A、フォニックス、フラッシュカード、ライティング、トレーニングという順番に押していけば授業が成立します。で、この授業が、全部押し終わるときに50分経過するという仕組みになってます。で、Q&A を押していただけると、その日にやる Q&A の数がこれだけありますよと。で、押していただければ、レッスンがスタートします。で、この黄色いのが出たら、繰り返していただくっていうようなレッスンになってます。子供に喜ばれるのが、このトレーニングっていうクイズ形式のレッスンなんですけれども、その日1日で行ったレッスンのテストをここで行います。 What's your name? My name is Joe。 こういった感じですね。はい。あとはすべての、レッスンのやり方とかそういったものがこの How to に入ってますので、こちらをご参考いただければ、動画ですべてやり方等が学べますので、安心してご利用できると思います。そしてなんかすごいところに導入されたっていう噂を聞いたんですけど。そうなんです。とうとう愛知県田原市の教育委員会で導入されまして、この春から。つまり田原市の、公立の小学校に導入されるんですか？はい、そうです。あれすごいよね。なんでそんなのできるのっていうね。もうでもやっぱり使いやすいんで、その学校の先生にもすぐ導入ができるんですよね。余分な研修とかも必要ないんで。で、こちら、あの最後の部分に、研修用の動画もついてますんで、このタブレット1個あれば完全に、研修まで。つまり先生の研修もできるし、授業もそれで成立しちゃうってことですね。そうです。すごい。ありがとうございます。じゃあもう少し次で詳しく教えてもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。